これは友人とドライブに行った帰りに立ち寄ったパーキングでの出来事です。いいよいいよ、俺買ってくる。何飲む？あ、コーヒーでいいや。コーヒー、オッケー。どうかしましたか？遠引きに行きたいんです。帰り道なんで、よかったらどうぞ。ありがとうございます。僕たちは特にナンパをするようなタイプではなかったのですが、なぜかその綺麗な女性に惹かれ声をかけたのでした。ていうかさ、あんなとこで一人で何やってたの？可愛いですね。直球ですね。いや、僕も可愛いと思いました。その女性は一言も喋らず、どこか不気味でした。ああ、そろそろ遠引きですけど、どこで降ろせばいいですかね？ちょっとさ、なんとか言った。どうした？女がいない。たわけないだろ。危ない！遠引きってこっちで合ってんのかよ。え？いや、遠引きってどこだっけ。やべえよ、帰るぞ。おお。